じゃまずオータムセールのことからお伺いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ちょっと初日の中盤あたりまでは 50% 台の時間もあったんですけれども、ね、蓋を開けてみたら、はい、前年を売り上げでは上回る、まあ本当に良かったです。はい、ちょっと途中はね、おっしゃった通りにちょっと心配な時期もあったんですけどね、2日間合わせて、昨年よりも2068万棟ということになりましたけれども、はい、まあ、オータムセール改めてこう終わってどのようなご感想でしたでしょうか。いやまだまだ購買意欲は衰えていないっていうか、まあ、購買者登録も昨年並みに1100近くまで来ましたんで、いやだからまあ後の心配っていうんですか、まあ入りきるのかなっていう、まあ最初にオータム始まる前に今まで売れてましたんでね、だからこれ以上馬が買われても競馬場に入るかなっていう、まあちょっとそんな心配もしてたんですけど、まあもう全然いっぱいまた買っていただいたんで本当にありがたいの一言ですね。はい、まあ、今回は牝馬の上場も多かったというのはあるかもしれませんけれども、はい、割と4桁が牝馬が多かったというふうになりました。そうですね、はい、牝馬のいい血統の馬は結構オス馬よりは売れてた印象がありますね。やっぱり先を見越して繁殖牝馬にした時のやっぱり価値っていうのが、まあ、少しずつ外国に近づいてきたかもしれないですね。外国の競り見てたらやっぱり牝馬の方が高かったりしますんで、それは利生産っていう形でやっぱり馬主さんもそういう思いがあるんだと思いますね。はい、まあ、あとは2日目に関しては再申し込みという形ではありましたけれども、はい、ちょっと割と JRA の離島調教師の、はい、まあ、そういう成績であれしてはいけないんですけど、ちょっと今まであんまり見なかった方々も来るなど、注目度も高かったのかなと思います。そうですね、やっぱりいろんな競りから来てますんで、やっぱりそれなりのレベルが揃ったと思いますね。はい、まあ、その中で2日目も本当に、売却率こそ昨年より下がってますけども、売上が、まあ、まずですね、はい、まあ想定内で終わりましたんで、はい、まあ、どうでしょうか、まあ、今回はちょっと天気も雨が通り雨があったり、はい、あとストーブなんかも2日目は置かれたりという形でしたけど、もうサマーセプテンバーに比べたらもうぐんと寒くなったんで、ちょっと それが心配だったんですけどね、はい、まあ、天候もちょっと雨がもっと降るのかなと思ったんですけど、通り雨で済んだんで、まあ、そんなに皆さんにはご迷惑かけなかったと思います。はい、オータムセールに関しては放馬もなかったかなと思うんですけど、そうですね、まあ、2日目はやはり経験してる馬も多いんで、まあ、やっぱり順調がどんどん進んでその効果だと思いますけどね、まあ、サマー、セプテンバーでしたかね、来年 そのサマー、セプテンバーの日程の話の中で、はい、その2つを近づけることによって2日目を一冊にまとめられるような方策も考えているような、そうですね、まあ、それからまたいろいろいろんな案が出てまして、まあ、その2日にくっつけることによって事務処理が間に合わないっていう部分も出てきたんで、まあ、とりあえず今年の日程にプラス、まあ、例えばですけどセレクションの後にプレミアムみたいな競りを足してはどうかっていう意見も出てきてますんで、まあ、12月に向けて皆さんでいろいろ議論しながら決めていきたいと思います。そうなると、まあ、オータムに関しては、まあ、何冊も名簿拡張が、まあ、そうですね、今年の日程通りでいくとやっぱりどうしても別冊がセプテンバーから来る馬はどうしても別冊になっちゃうんで、まあそれがやっぱり上場される方に不利だと思われると、逆に言うとサマーにまた流れる可能性もありますんで、もうそうなると今はサマー飽和状態ですんでね、
だそれをどうするかっていうことを今これから議論するところですね。はい、ありがとうございます。はい、一応僕からはオータムに関しては以上ですけど、皆さん何か質問ありますでしょうか。オータムセールも引き続き表計案も補助額購買が、そうですね、だんだん馬の値段が上がってきて、買い切れない、補助箱購買のところもかなりあったようで、まあそれも流れてきてオータムでかなり、購買いただいたと思いますね。やっぱり馬の値段ですよね、平均価格も上がってるんで、なかなか買い切れなかった部分もあると思います。まあありがたい話なんですけどね。はい、岩手は8頭だったのに結局1頭買えなかった。ああ、はい、はい、まあその分は来年のトレーニングセールでまた購買していただけるようで、だ今年のオータムはトレーニングセールで買い切れなかった部分をオータムの方へ、そうです、ね、来てますんで。他オータムに関しては何かありますでしょうか。最高価格のがオンラインフィットだったと思うんですけども、はい、一本一言いただけると。いや、まあ時代が変わったなと、はい、まあ実際実馬を目にしなくても安心して買えるようになったのかなと思いますね。レポもしっかりしてますし、はい、だからこれからそういう馬がどんどん出てきてくれたら嬉しいなと思いますね。はい、今後組合長がそのオンラインビットに期待するところとか、はい、現状の課題みたいなものがあれば。まあ課題はまあもう少しそうですね、再競りがかけられないとか、初回のビットが自分で値下げ交渉ができないとかまあそういういろいろな部分もありますし、まあ、あとこれから海外に向けて使えるようになったらいいなと思いますけどね。ありがとうございます、はい、2日間通して、はい、印象に残ったことがあれば教えてください。僕はですか。はい、いやもうずっと最初からあんまり心配してなかったんで、まあ流れに乗ってまあ今年今回の競りも売れたなっていうのが印象ですね。はい、いや本当にびっくりするぐらい買っていただいたなと思ってますんで、本当にありがたいなと思います。ありがとうございます。はい、オータムに関しては大丈夫でしょうか。